クール病はパプアニューギニアのフード病。治療不能とされる神経の変性をもたらす伝達性界面上脳症の一種で人のプリオンが原因である。感染源について広く受け入れられている知識として、フォレ族には葬儀に際して遺体を食する習慣があることが指摘されている。クールはフォレ族の言語である、フォレ語で恐怖に震えるという意味の言葉に由来するが、 来るるは震えを意味するこれは典型的な症状である体の震えに由来するが、惚れ族ではこの他に罹患者が病的な笑いを見せることから笑い病としても知られている。症状は生理的なものと神経的なものが現れ、最終的には死に至る。症状は体幹の失調、それに先立つ頭痛、関節痛、足の震えである。震えは ほとんどの罹患者に現れる。潜伏期間は5年から20年、発症後の臨床病気は平均12ヶ月。クール病の症状は3段階のステージに分かれる。歩行が可能な第1ステージでは、姿勢や歩行が不安定になり、筋肉の制御が衰え、震え、発音障害やどもりが見られる。第2ステージでは、解除なしでは、 歩行ができず、筋の協調運動に障害を抱えることで、運動失調を起こし、激しい震えが見られる。感情が不安定で憂鬱になり、散発的に制御できない笑いも併発する。このような症状にもかかわらず、腱の柔軟性は保たれている。最終段階となる、第3ステージでは、解除なしでは座ることができず、重度の運動失調、会話ができなくなり、 失禁、塩化障害、周囲の状況に反応しなくなる、海洋の発生が見られる。通常、肺炎や浴槽により発症後3ヶ月から2年で死亡する。通常、罹患者は葬儀に際して遺体を食したものである。パプアニューギニアの一部では、クール病によって死亡したものをバラバラにして食する習慣があった。女性がこの儀式の主な参加者であり、脳を 子供や老人が食したため、女性、子供、老人の罹患者が多数となった。クール病はプリオンによって引き起こされ、クロイツフェルト・ヤコブ病との関係があると考えられている。プリオンによる伝染性の病気であるが、流行の発生がクロイツフェルト・ヤコブ病罹患者の遺体を含む食人によるものであることは、例えば一般的な病態生理学が示すようないくつかの証拠が存在している。 1961年、オーストラリアのマイケル・アルパースは、人類学者のシャーリー・リンデンバームを伴って、大規模なホレ族のフィールドワークを行った。彼らの歴史研究により、1900年前後に、ホレ族の生活圏の端に存在した一人の、自然発生したクロイツフェルット・ヤコブ病理官者が、クールー病の根源であることが推測された。二人の調査により、 ホレ族の葬儀習慣が急速かつ容易に、クール病の拡散を招いたことが明らかとなった。ホレ族はしばしば家族を埋葬し、数日経過して、うが群がった遺体を掘り起こしてから解体し、うとと共に遺体を食していた。異常形態学が明らかにするところでは、女性と子供の感染率が男性の8倍から9倍に達するが、その原因は、 惚れ族の男性が食人を行うことは、戦闘において、自らを弱めると考えられていたのに対し、女性や子供はプリオンが集中するのを含む病死した、遺体を食する機会が多いことが原因として挙げられる。また、女性や子供が、より感染しやすい強い可能性としては、遺体の洗浄が、女性や子供の仕事であり、しばしば傷口を開いたり、 切断する作業を行っていたことが考えられる。プリオンの経口摂取が病気を引き起こすとはいえ、高確率で伝染するのは非下組織にプリオンが達した場合である。オーストラリア植民地警察とキリスト教宣教師の努力によるカニバリズムの終焉に伴い、アルパートの調査では1960年代半ばに、フォレ族のクルー病がすでに減少していたことが示されている。だが、 潜伏期間の中央値は14年であり、遺伝的に活発な場合は40年以上潜伏したケースが存在することから数十年間理患者が現れた。最後の罹患者が死亡したのは2005年のことである。ユニバーシティカレッジロンドンのサイモン・ミードのグループがパプアニューギニアでクール病の流行から生存した人の遺伝学及び臨床学的評価を行った結果、 G127V と呼ばれるプリオンタンパク遺伝子を保有していることが明らかとなった。この発見の影響として、住民に対する急速な自然選択説の形跡を含めて議論が引き起こされた。2015年、ユニバーシティカレッジロンドンのジョン・コリンジのグループにより、G127V をマウスに移植したところ、クール病とクロイツフェルト・ヤコブ病に対する抵抗を示し、同時に、 ホレ族が暴露された経験のない牛海面上脳症に対しては有効ではなかったことが発表された。ホレ族のクール病の最初期の記録の一つは、オーストラリアの行政官が東部山学州と定置の州を1953年から1959年にかけて探検した時の記録である。クールとして W.T. ブラウンにより1953、54、 海南トゥパトロール報告書ナンバー8に記録された。死の最初の兆候は全体的な衰弱であり、ついで虚弱となり立つことができなくなる。犠牲者は彼女の自宅に引きこもる。彼女は少量の食物を食べることはできるが、ひどい震えに悩まされる。次の段階では、犠牲者は寝たきりとなり、食事を取れなくなり、ついには死に至る同じ報告書で、 惚れレ族の食人についても報告されている。1950年代以末には、東部山学州のオカパ地区の南部惚れレ族に広く伝染している病の全貌が認識された。人類学者のロナルド・バーントとキャサリン・バーント夫妻は、1951年から1953年にかけて、惚れレ族やウスルファ族と共にあり、クール病を記録している。 ルーテランメディカルサービスズのチャールズ・オープファーは、現地人と同行し、オーストラリア当局に病気についての報告を行っている。1955年に着任した地域の医療担当官であったビンセント・ジガスは、診察を開始し、血液標本と脳の組織をメルボルンへと送った。1957年、アメリカ国立衛生研究所のダニエル・カールトン、ガジュセックが加わった。 1968年、研究は終了し病院は閉鎖された。ガジュセックの研究は、マイケル・アルパートとの国際研究の一環として行われた。アルパートは1960年代半ば、11歳で、クール病によって死亡した少女から採取した脳組織をガジュセックに送った。組織は、感染物質と共に2頭のチンパンジーに投与された。2年後、 一頭のチンパンジーがクール病を発症、未知の感染因子がバイオマテリアルを通じて感染することと霊長類の種を超えて感染したことを実証した。続いてエフライムジョシュア・フィールドがニューギニアで1960年代末から1970年代初頭の大半を費やしてスクレーピーと多発性硬化症の関連性についての調査を行った。フィールドは 疾患とグリア細胞との類似性に注目したが、これは感染プロセスがホストの分子構造の再配列に依存する可能性の観察を含むものであった。この観察は後にプリオン仮説と呼ばれることになる仮説につながるものであった。1976年、ガジュセックはバルチ・ブランバーグと共にノーベル生理学・医学賞を受賞したが、受賞理由には、 クールウ病がチンパンジーへ感染をすることを実証したことも含まれていた。これはこの種類の脳症が伝染性を有することを実証した最初のケースであり、研究を前進させる大きなステップとなった。歴史上クールウ病は人間のプリオン病として唯一流行したことが知られているものであり、クロイツフェルト・ヤコブ病と牛海面上脳症に対する重要な指揮権を与えるものである。 ありがとうございます。